はい、皆さんこんにちは、山秀のマックです。本日は世界中で大人気のナイフブランドベンチメイドの2021年最新モデルをご紹介します。ベンチメイドというブランドの詳しい説明は別の動画でお話ししているので、ぜひチェックしてみてください。去年からコロナなどの影響を受けて、あとベンチメイド自体も世界中で人気が爆発しております。聞いた話によりますと、通常の3倍近くの受注を受けてしまって、だいぶ生産が遅れているようです。そんな入荷遅れが発生して、予定通りに在庫できない状況が続いている中ですが、2021年新製品の第2弾が入りました。第2弾はついにマイナーチェンジを果たしたアダマスをご紹介します。それでは早速紹介に移ります。はい、それでは2021年ベンチメイド最新モデルをご紹介してまいります。はい、まず第1弾こちらですね。じゃん、ベンチメイドの275という品番のアダマスですね。これは近年大人気で大ヒットしたモデルですね。ブラッククラスになります。はい、ブラッククラスというのはミリタリーローエンフォースメントですね。ポリスなんかもそうですが、そういった最前線で働く人たちが命を託す一本として使っているシリーズになります。前作のアダマス同様に、このタフな感じはもうバッチリと引き継いでおります。厚みのあるブレード、厚みのあるハンドル、全体の質感、重量感、本当にタフな一本になっております。はい、それではスペックですが、全長で 227mm、 ブレードが 97mm、 そしてブレードの厚みは 3.6mm、 はい、重量は183g、 フォルディングナイフにしては重くて厚いですね。はい、そして旧作に比べてアップデートされた点、一つはこのブレードですね、ブレードの鋼材ですねとコーティング、これ変わってます。まず鋼材が粉末鋼のクルウェアっていう鋼材になっております。クルウェアは前の D2 鋼よりもさらに上を行く鋼材として今注目されています。刃持ちの良さと、あとは高い鎮静ですね。まあ一言で言えばタフさっていうことですね。本当にタフなブレードになっております。そしてブレードのコーティングですが、タングステングレイ、セラコートされております。セラコートされて色がタングステングレイというこの絶妙なこの色合いですね。ハンドルは前回同様 G10 になっております。ただ前回に比べて少しハンドルに丸みが出ました。前回の方はもう少し角張ってたイメージですが、リニューアルされた方は少し丸みを帯びました。握った時もなんとなく手にフィットする感じが前回と変わりました。はい、そしてカラーバリエーションは2色。こちら今ご紹介した方はブラックですね、ハンドルブラックのグレーのブレードになります。そしてこちらがブレードがアースカラー、セラコートのコーティングは一緒ですが、鋼材ももちろん一緒ですが、コーティングのカラーがアースカラーに変わっております。これがまた綺麗ですね、綺麗なアースカラーになっております。そしてハンドルは同じ G10 になります。はい、ハンドルのこのオリーブドラブの色合いもまた綺麗ですね。アースカラーとマッチしますね、このオリーブドラブのハンドルの G10 が。このブレードのカラーリングのこの2色展開になります。実際にメーカーの方ではハーフセレクションもございますが、弊社の方で販売するラインナップはこの2種類になります。新作のアダマスになります。はい、そして付属品ですが、こちらのポーチが付いております。純正でもちろんクリップが付いておりますので、はい、このクリップでポケットに挟んでということもできますが、結構重量感がありますので、ポーチに入れて収納してバックパックやらベルトからということもあるかなと思います。こういうモールシステムに対応したマリスクリップも付いております。このマリスクリップをつけてモールシステムベストだとかバックパックに付けられるのもありなのかなと思います。はい、これもハンドルカラーに合わせて2色それぞれ付属しております。こちらが今年目玉間違いなしのベンチメイドアダマスになります。はい、いかがだったでしょうか。概要欄に山秀オリジナルサイトのリンクを載せておきますので、詳しい情報についてはそちらをぜひご覧ください。またお求めもそちらから可能です。今後も刃物やアウトドアに関する情報をたくさん発信していくので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。